エールの部屋へようこそこの番組はネットビジネス歴19年延べ1万人以上サポートしてきた僕がメルマガ読者さんのお悩みや質問にお答えしながら自由な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん限定の特別番組です。はい、やってまいりました。稲川のおっさんさんですね。野尻太郎さんではございません。はい、稲川のおっさんさんから頂い,いております、えー。いつもお世話になっております。10月からスタートした松岡昌宏さんが出演を 務めて、えー、今作が第6シーズンとなるドラマ『家政夫』『家政夫』の三田園あ三田園え三田園またやってるんですかえー、三田園ねええー、まだやってんだ毎回予想できないどんでん会社のドタバタ展開で1話完結の内容吉谷さんは今年予想できない予想吉谷さんは今年予想できなかったことを教えてください。 いやもうほとんど予想できないんじゃないですか <laughs> 予想できないノスタラダムスでも予想と予言外してますから大丈夫です予想できないことうんそもそも予想はあんましないですねうんなんかね僕これ結構染みついてるんですけどもなんかね その売り上げに関してももちろんずっと僕ハウスリストでずっと売ってるので大体そのこれぐらいかなっていうのはまあもう目安としてデータとして出てるのでね、あのー、もう大体出てる、まあ、それを予想っていうのか、まあ、そのデータというのかなんですけどもただ僕はその予想より結果にフォーカスしてるんでいや予想したとしても意味,意,味意味がないというか。 なんだろう本当に結果を出さないと売り上げだから僕は会社のから給料もらわないんですよ会社から給料もらえないですよ会社の給料は自分で稼がないといけないですよだから結果出さなければ給料ゼロなんですよねだから予想しようが何しようが結果出さないとゼロなんですよだからけ結果は見ますうん結果は見るけど予想っていうのは うん、しても意味がないというか予想しても結果出なかったら意味ないし予想しても予想した通りに結果が出ればそれはそれでいいんだけども、うん、予想できなかったこと、うん、そもそも予想にこだわってないし予想してないかなとそのデータとしての そそのの大体っていうそのデータですよね今までのデータ上きっとこれぐらいの売り上げだろうな今までのデータから見ると大体これぐらいだなっていうのは、まあ、それを予想というのかデータというのか、まあ、さっきと一緒なんですけどもそれぐらいですよねただ一番見てるのはもう結果しか見てないですね売り上げがだからもう着金ですだからこれもねそう僕ねもう今までにね何度会ってきたことかわからないですけどもこれ聞いたことあります これなななかかいと思うんですけど振り込みます詐欺に結構あってきたんですけど <laughs> すいません吉田さん振り込みますっつってねあの振り込まれないっていうね結構それあるんですよね今までの経験上19年の中で結構あります振り込みますとでも振り込まれないっていう <laughs> 振り込みます詐欺ですよね そうまあ別に詐欺じゃないんですけどそう、まあその、だからそこに期待するとな、な、そこ、だから振り込みますっていうその言葉を信じてそこに期待をすると、もしそれが結果としてつながんなかったと、時に精神的なダメージが大きいんですよ。なんだ振り込むって言ってたのになんで振り込まれないんだってなっちゃうじゃないですか。なんだ信用してたのにみたいな。だから僕がもう本当に見てるのは振り込まれたか。 だけですもう銀行口座にちゃんと振り込まれたかっていうね <laughs>。もうそこしか見ないですね。うん。うん。だから、なんと言われようと、最終的な着金が全てって僕は思ってるんで、着金しか見ないですね。そう。で、そこの結果から、じゃあ、その改善点とか、えー、なか売上が少なかったんだったら、 じゃあ売り上げ上げるためにはどうすればいいのかとか何かそこで分析していって次につなげるっていうことで、ね、その着実際の実際の着金からあー改善していくってことをやってますねうんだから予想っすよねまあまあまあ,あの予想もクソもないですけども猫を保護するっていうのはもう、まあ、この質問に当てはまるんじゃないかなと思います。 <laughs> すいません <laughs> まああの俊英くんっていう塾生さんがねまあ僕の鹿児島のとこに、えー、遊びに来ていただいてで最後最終日ですねまたいろいろあて鹿児島のねアテンドしてていろんなとこ行ってきてたんですよでその猫を保護した時はあの鹿児島にチラン特攻隊っていうね平和会館があるんですよでまあその俊英くんが誕生日を迎え,て迎えたっていうことでまあ なんか、春栄、その、鹿児島に来てが来ない、見ないかと誕生日になったらもう、鹿児島来ないかみたいな感じで、その誕生日で年重ねたから、まあ、鹿児島に遊びに来てくれたっていう、まあ、下りだったんですけど、で、僕がチラン連れてった理由としては、その、まあ、春栄君若いんですよね。27、6か7かなぐらいなんですよ。で、その、チラン特攻隊ではね、その若い人たちが、 特攻隊で亡くなってったっていうね。自分はその誕生日を迎えて今自由な生活をしてるわけじゃないですか。でも大昔、自分と同じ年齢、もしくはもっと下の子が、その死んでったわけですよ。で、そこに遺書とかもすごいあるんですけど、だからそこはちょっと、なんかすごく人生の一つ、なんか、うん、せっかく鹿児島に来たんだったら、まあそういう下りでもあったんで、まあちょっと連れてったんですよね、チラン。そう。 で、まあ、チラン特攻隊の平和会館行った後に、今度、また車でドライブしながらアテンドしてたんですよね。旅行、なんかやってたんですけど。で、その時ですよ。そう。子猫がね、死にそうな子猫がね、うずくまってるわけですよ。<laughs> 俊英くんと一緒に車降りてどうするみたいなね。そう。うとりあえず、とりあえずこれはもう、とりあえず病院連れて行こうか、みたいな。 で、もその後も、しゅうえくん、空港に送っていかないといけなかったんですけど。とりあえず、なんかね、置き去りにできなかったから。うん。そう、稲川のおっさんさんもね、猫飼われてると思いますけど、いや、ほんとね、あの、あれでしたよ。うん、なんか病気、まあ、猫風邪ひいてて、目もね、まあ、これ、YouTube とかで検索すると、猫風、あの、保護猫、 目とか、なんかそういう感じで検索するとね、目がぐちゃぐちゃの保護猫みたいにいっぱい出てくるんですけど、本当はそんな感じで、目も両目開いてなかったですからね。しかも目やに今ブワーついてて汚かったし、これ、ね、保護してもこう、どうするまあ、保、保護した後どうするよっていう、それもなんか考えれば大変じゃないですか、どう考えれば。まあ、健康な猫だったらまだしも。 もうなんか死にそうだし、もう目も見えてないし、今汚えしみたいな話で。だけどね、なんか、うん、後先考えずですよ。まあ、とりあえず病,病院連れてって、まあ、保護して、まあ結局今飼ってますけど、<laughs> まあ結局ね、何らかの治療をめっちゃしたりとかいろいろね、やって目、目の方はね、まあ最初、 失明して眼球取らないといけないかもしれないとかも言われたりとか、あと保護して一週間ぐらい体重が増えなかったんで、ちょっとこのまま行くと死んじゃうかもしれないです、つってね。入院も2、3回しましたからね。いや、それはね、予想し、全く知らないですよね。あとで、ん、春君鹿児島のそのアテンドしてるわけじゃないですか。でその後、アテンド中に、 その、猫を拾うっていう、絶対予想もできないですよね <laughs>。で、しかもでもね、なんかね、面白いなと思うんですけど、そのね、たまたま保護した猫が女の子だったんですよね。で、その車の中ですよ、車の中、あの、なんか、あの、名前、なんか、とりあえず名前つけようぜ、みたいな、俊英い君と話してたんですよ。なんか、俊英い君ってなんか、猫とか飼ったことあんのみたいな。 あ、大昔あります。マジであんのみたいな。名前何だったのってさ、いや、ルルです。それで行こうみたいなね。<laughs> そのルルっていうのは、ルルっていう名前は、あの、俊英くんが大昔猫をちっちゃい頃飼ってたらしいんですけど、その名前なんですよ。しかもその後、そのルルっていう名前を付けた後に病院行って、女の子っていうのが分かったんですよね。その先生に女の子ですね、みたいな。 で、だからその、ルルって、ルルって男でもルルいけるかなまああれなんですけど、なんかルルちゃんって女の子っぽいじゃないですか。だかそれもなんか、なんかリンクしてよかったんですけど。そう、名付け親はシュンエ君ですからね。ルルちゃんの。そう、なんかでもルルっぽいですけどね。<laughs> いや、あれはね、なんかね、しかもその、平和会館行って、そのね、特攻隊のその遺書とか読んだ後、命の尊さでですか。 命の尊さをもう学びに学んだ後目の前にその猫いるっていう「何やねんこれ」みたいな「何なんだ」みたいなまあもしかしたらこのルルちゃんはその特攻隊のなんかそのなんかね魂が宿ってたのかもしれないですよねいやでもね僕ねちょっと光景忘れないですけどなんかねなんかね待ってる感じがしたんですよね 待ってる感じが、なんか、誰かを待ってるような感じだったんですよ。まあ、理論的に言うならば、まあ、道路の真ん中、山の、まあ、山の中をちょっと走ってて、山の真ん中の本当に中央線のところに座ってたんですよ。うん。で、まあ、目が見えなかったっていうのもある。多分、理論的に言うと目が見えてなかったんですよ。だけど、なんか、見た時に、まあ、ずっと動かないですよね。で、さあ道路の真ん中に座ってるから、 まあ、その、なんとか、それ、引き殺すわけにもいかないじゃないですか。まあ、でも、ちっちゃかったから、気づかなかったら、多分まあ、引き殺すことはなかったかもしれないですけど、ちっちゃすぎ、まだ、手のひらサイズの、子猫だ、手のひらサイズだから、多分車の下、通過できると思うんですけど、ただ、のろのろ運転してたんですよね、山の中。オープンカーにして。それで、まあ、なんか、目の前にいるぞって気づいて、ちっちゃいけど。でもね、なんかね、その、ま、それがね、動かないんですよ、全く。全く。 全く動かないんで,すよでなん,かなんか最初石というかなんすかねなんか生き物に見えないというかなんか固まってる感じなんですよ本んとになんかなんかなんかであれあれなんか生き物じゃねえみたいな,なんかねでもねなんか待ってる感じがしましたね誰かをもうそう誰かを待ってるそこで待ってたみたいな 運命をか勝手に感じましたけど。<laughs> だから逆に言うと僕じゃ、僕じゃないと保護してないかもしれないですね、うん。そもそもそこを走る。だってそれ、そこの道って多分ね、地元の人も全然走らない道だと思うんで、多分一日で交通量が一本あるとかないとかっていう山道なんですよ、多分。そう。全然、まあ、交通量全くなくて。そう。 うんなんかまあ予想できなかったっすね予想もしてなかったですけどうんしかもそうしかもねあのまあ稲川の大沢さん猫飼ってるんであれかもしれないですけどなんかねしかもこれ鍵尻尾なんですよめちゃめちゃどえらい鍵尻尾でもう本当ねもう本当に鍵なんですよ L 字なんですよあそうこれ L の部屋じゃないですか <laughs> もうね、ルルちゃんの尻尾は L 型なんですよ。L の部屋でちょうどいいじゃないですか。<laughs> 本当に90度みたいな感じで、もう鍵尻尾みたいな感じ。しもう僕も調べたんですけど、鍵尻尾みたいな。で、なんか鍵尻尾の猫は、なんか幸運を呼んでくるみたいな、なんか言い伝えがあるみたいなんですけど。<う>で、色もね、なんかね、すごいなんか、なですかね、いい色なんですよね。ロシアンブルーみたいな。なんかその、 野良猫の色、野良猫の色って言ったらなんかあれなんですけど、なんか茶色と白と黒。茶色と白と黒、なんか野良猫って感じじゃないですか。茶色と白と黒。なんかね、ルルちゃんの毛の色が、ほんとね、めちゃめちゃ毛が綺麗で、ほんとなんかロシアンブルーみたいな毛並みなんですよね。これ何なんだろうと。しかも鍵、鍵がほんとにもう明確にわかる鍵尻尾でね。これなんか運命なんじゃないか。 今日この頃が感じております <laughs>。まあ、だけどね、ずっとは買えないので、どうしようかなとは思ってますね。だから、ちょっと里親を、まあ、もうだいぶ元気になったんで、うん、最初はね、まあ、その、とりあえずもう死にそうだったんでね、保護して、えまあ、とりあえず元気になるまでっていうところで、まあ、ちょっとやってた部分はあるんですけど、もうだいぶ元気ですし、もう目薬も一応ね、先生にも確認して、目薬とりあえずはしなくても大丈夫かな、みたいな。目も、 一応大丈夫というかねあれなんでうんちょっとこいつらこいつの里親どうなのかなっていう感じですけどただまあ僕もねその手のひらに乗るぐらいのちっちゃいところから保護したんで、まあ、成長をね見守,見守りたいなっていう気持ちもあるんですけどもいかんせんね結構大変ですね<笑>猫<笑>今まあすげえ悩み中ですね どうしようかなみたいな。ルルちゃんどうしようかなみたいな感じでございますよ。まあ、もしかしたらこれ、あれじゃないですか。稲川のおっさんさんが里親になるっていうね。<laughs> もしかすると、もしかするかもしれないですけど。まあね、確かあの僕の記憶がさあの正しければ、もう2、3匹飼ってると思いますので、うん、ね、大変ですよね <laughs>。 うんまあ、ルルちゃんの今後はちょっとわかんないですけどね。まあ、できる限りは、まあ、ちょっと面倒見て。ただ、まあ、もう元気なんでね。うーん、どうなるかちょっとわかんないですけど、里親見つかればっていうとこで。うん。そう。まあ、でもね、やっぱちっちゃい時から見てるんで、まあ、あの、なんか感情移入というかね。まあ、その保護したのも僕ですから。うん、まあ、あと、その、僕なんだけど、プラスその、ね、 お話しした通り、そういうストーリーがあるわけですよ。ね、熟成の俊英くんと一緒にこう回ってた時にこう、ね、あの、保護して、で、名付け親俊英くんで、みたいな話で。で、また俊英くんもね、鹿児島また遊びに行きたいです、っていうことを言ってたんで、まあ、その時にね、あの時保護した猫がこんなでかくなりましたっていうね、俊英くんも、まあ、見たいだろうしね <laughs>、うん。 ま、猫は本当に今年の予想外のあれでしたね。ただなんかね、僕はすごくびっくりするというかね、すごいなんか、うん、感じるところは、まあ、あの、数ヶ月、まあ、この猫をね、保護する前の数ヶ月前ぐらいに猫の絵を買ったんですよね。で、猫の、まあ、僕は猫好きなんで、で、猫の絵を買って、まあ、猫を眺めてたんですよ。そしたら、猫の絵を眺めてたら、 本、本物の猫が来るっていうね。<laughs> そう、僕の今の机の、なんだ、デスクの目の前に猫の絵があるんですよ。だからその仕事しながらたまにその絵をこう見たりとかしてたんですけども、本物の猫が来るとはね、もう予想にしてなかったですよね。<laughs> 絵から飛び出してきたんじゃないかみたいな。な <laughs> んかそういうのもちょっと、なんかすげえいろなんか繋がってなんか、運命を感じる部分もありますよね。 もう数ヶ月前に絵を買ってね、か、僕、絵を飾る、絵を買うってね、人生においてほとんどないんですよ。うん。なんかね、絵飾りたいなと思って、なんかふとして。で、絵を探してたんですけど、じゃあ、なん、何の絵飾るっつって、最初候補に上がってたのが、その、絵の候補に上がってたのが、まあ、アマゾンのね、そのお気に入りというか、その買い物リストにも入れたんですけど、絵の候補があれなんですよ。あの、バンクシーか。 バンクシーそう。バンクシーのその絵があるんですよ。で、バンクシーの絵飾ろうかなみたいな。そう、バンクシーってあの有名なアーティストさんですね。そのなんか路上路上出身みたいなで、バンクシーの昔、そのバンクシーの作品があのオークションでん。何億円にもなったみたいなね。そうで、そのシュレッダーにバンクシーの絵が描けられて、そのシュレッダーの絵が。 バンクシーのシュレッダーシュレッダーになんかオークション会場、なんか仕掛けがあってね、シュレッダー。バンクシーシュレッダーの絵。そう。そう。シュレッダーされたバンクシーの作品、25億円で落札っていうね。なんかそのオークションで落札されたんだけど、落札された瞬間に、なんか仕掛けが動いて、なんかシュレッダーでかけられるみたいな。で、結果的に、 なんか、シュレッダーにかけられた絵がさらに上がるみたいな、よくわかんないっていうね。<laughs> こうバンクシーさんがいるんですようん。で、そのバンクシーの絵を買おうと思ったんだけど、なんか絵を探してると、たまたまね、猫の絵もあって、あこの絵いいなと思って、バンクシーに買った猫の絵なんですけど。<laughs> いやー、ちょっとね、予想にしてなかったですね。絵から飛び出してきましたね。<laughs> 猫ちゃんがうん、はい。まあまあ、まあ今後ちょっと本当どうなるか分かんないですけど、うんとりあえず、できる範囲頑張っていきたいと思います。<laughs> <laughs> うんでもね、あの、稲川のおさんさんも猫飼ってるんで分かる,と分かると思いますけど、猫いる、動物いるとね、やっぱ、 身動きあんま取れなくないですかそう。<laughs> まあ特に僕今一人なので、そう、誰かね、家にいるとかだったらあれですけど、うん、世話する人いないので僕しかいないですから、僕どっか出かけるってなったら結構やっぱ移動が制限されるというか、しかも移動先も気になる、移動してる時もやっぱ気になりますよね。うーん。そう。 でもなんか運命を感じる部分もあるので、こいつはには。うん。なんだかなっていう感じでございます。はい。ということで、まあ今年ね、まあ予想できなかったことは、まあ、うーん。猫です。間違いなく。はい。はい。ということで、いただいた内容について回答させていただきました。ありがとうございます。